こんにちは。文明殲滅です。さすがに前世紀と比べて弱くなったこの構築。カウンターマジックでメンタルも殲滅されつつある。でも共鳴になる速度は相当速くなったのかな？いや、特に直接強化カードは追加されてなかったわ。悲しいね。スキンは追加されたのにね。まあうまくいけばマグナゼロでリーサルは取れるし。なんとも言えないポジションって感じ。ユアンのご機嫌次第だけどね。マグナゼロデッキというよりもユアンデッキかもしれない。ホムンクルスも採用してユアンを増やせるようにしてるし、とにかくユアンが全て、ユアンで盤面が埋まれば20点だし、5勝置いておけば4体でも3体でも20点。まあそんな奇跡は2度も起こらない。致し方ないね。今更だけどユアン古書の動画なんだけど、あれ確か一発で決まったんだよね。奇跡中の奇跡だったよ。あの頃はカードに愛されてたね。今は嫌われてる気がするよ。マグナゼロの前にマゼルベインも試してたんだけど、マゼルベインが一切来なかったんだよ。悲しいね。おかげで勝率が下がりまくりだよ。でもおかげで気がついたことがあるんだけど、宝箱クエストって負けたら出てこないんじゃない？今さらタウンだけど、連続リタイアと同じ感じになるもんね。バクドラの時はすぐに終わったし、多分勝たないとダメなんだ。なんで今まで気がつかなかったんだろうね。宝箱中は嫌でもランクも回さないといけないからって、ネタデッキで連敗してたけど、不毛だったんだね。でも別に連勝すれば宝箱が出てくるとは言い切れない。そこの完全証明もできたらノーベル平和賞取れたのにね。でも負けたら意味なし態度なしに気がつけたのは良かった。環境デッキを使う口実ができたようなもんだからね。でもネメシスの答えが未だに見つかってないんだよ。アーティファクトネメシスが苦手だってのもあるんだけど、何かいい感じのないかな、とかいろいろ考えてたら今一個思いついた気がする。強い気はしないけどね。せめて何も考えずに勝率4割くらいあれば嬉しい。そんな感じ。ユアン30枚くらいデッキに入れられたら強いのにね。そしたら何にも考えなくても勝てそうじゃんね。むしろ弱いか。デッキに1種類だけ入れていいってなった場合、何が一番強いんだろう。聖冠の突撃兵とかかな？ドアマンバットも毎ターン失踪できるし強そうだね。でもやっぱりユアンがドロソも出せるし最強か。そう考えるとユアンってダメージも処理もドロソもあるし、ぶっ壊れなんじゃないの？リーダーカードだしそんなもんか。ね、アサリさん。貝類か妖精かわからないけど、リーダーカードが弱いわけがない。見かけないだけできっと強いんでしょ。そしてここ影光が出てくるなんて覚えてなかったから焦ったよね。しかもアラミスに当たらないというミス。それくらいちゃんと当てにしろ。エリカでリーサルだったかもしれないんだぞ。計算してないけどね。でもアラミスがここまで伸びるんだったらワンチャンはありそう。やっぱリーダーカードって最強なんだわ。全クラスで使われてるもんね。そんなこんなでリーサル確定です。文明殲滅。ちなみにデッキはこんな感じ。マグナゼロなんて1枚あればいい。2枚使わないと勝てない状況なんてほぼないからね。プシュコマキアが失踪だった頃が懐かしいよ。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。